あれ？試合始まってんの？マジ？おお、NG じゃん。ニュースを見ていた。やばい！ NG なし。NG やばし。今のなんだっけ？レモゴルゴン？でもゴルゴンさん？でもゴルゴンさんじゃないの？レモゴルおじさんじゃないの？レモおじさんじゃないの？レモおじ？だったらまあ、どうせ負け試合かもしんねえから、こう、念の私は、負け引き返しするわ。勝てないゲームなら終わるからどうでいいよ。兄の気持ちはわかんないけど、俺は、つまんないゲームやんねえから。別に、助けに行ってもいいけど。まあ、私やられて、もうほぼ第一村人に近いことになったらやめるよ。それでもいいなら給料行きますけど。別にやめていいならやめますけど。合わないなら、私は。まあ、と、不満だったら終わろう。しょうがないんじゃない？俺は第一村人で辞める予定だったから別にいいよ。さよなら。キラーがつまんないゲームにするなら、俺は徹底して、やるから。配信見てキラーがやっぱ震え上がってほしい。ただキャントンで勝つやつはつまんないと思われてる。もうゲーム終わらせる覚悟のやつもいるって。ここに立ててやる。おもんないも外れに回んねえうちからキャントンされて人が減らされて。で、やってください。やるわけねえだろってね。あの時回せる希望があるからやるんだ、人は。やってんの。これですよ。本当、なる力じゃなくて、ガングかもしんない。でも、ガングかも。おい、マリアさん。透明人間マリアになりました？必要ですね。普通のトーテムモイデンだったらやられて当然。ダングならしょうがない。こんな状態でやってんなら、ダング以外はもう、何考えてんだろう。もう、勝つためにね。戦う気持ち。真ん中すぎるよ、ここ。あえってことね。特性ならいいやん、まあ。これ何？この人何？思いっきり変じゃねえ、これ。この人。120分は間に合わない。絶対間に合わない。まあいいや。あわ。間に合わねえもん。まあ、トーテムを思い出るやつで、普通のトーテムだったら、当たり前だろうって話で、まあ、呪術とか、ガングだったら、まあ、助けに行けなかったよね。で、状況的に助けに行かなきゃいけねえのに。なんだよ、忘れてたわ。まあいいんじゃない？いつものあれ使わせてもらおう。あ、俺の方がいいや。あ、違うわ。俺の、好きじゃねえよ。と、気持ちいいぐらいの感じになる。まあ、回しとくか。行くの？結構不安要素ある。
あれに。ほぼ発電機。何かけたい。発電機回るね。ガチチェイスいいね。ひどい。ひどい。こいつらでいいね。完璧にやろうね。巻き戻ってる。痛いよな。巻き戻ってる部分になるよ。ほんと、ほんま何秒かの話だけど、嘘みたいだけどね。ぶつかってる部分とかじゃなくてね、なんか戻ってる。うん、さすがきつい。あ、回すのが一択。あ、回しでいい。マリアの人は回し。あー、きついね。最悪みたいだね、これ。向こうエリアか。行かないとね。あ、無理。あ、来るかもよ。あ、待って。あ、いいや。あ、俺救急箱あるわ。言われてみたらいつか高いから立ってくる。遅いな。で、行くわ。あの、いや、こうなってんもん俺もう。お、いや、あの、回復自分でやった方がいい。無駄な動画でってと思ったけど、二人が回し合わずに行くわ。またねえわ。いやー、厳しいハンデ抱えてる。お、回ったんか。あの、小屋のあたりやん。わかんねえ。真ん中のところ全然回ってねえじゃん。ガチ？巻き戻ってるの分かると思うよ。まあ、言い訳にするつもりはあんまない。もう無理やん、これ。よし！まだ奇跡が起こってる。いや、無理だろうよ。笑わせる。飛んでねえだろうよ。もう飛んでるんですよ、本当。止まってるって感じになって、飛んでる。飛ぶボタン押してるけど戻ってるんでしょ多分ね。無理だろ。いやー、このチャンスタイムでなんでもうあのやんないの。ジリチンになるだけだってんのに。もうよ、回復入れらんねえもんな。もうよ、意味ねえんだわ。ジリチンになるだけだから行ってくれ。もう、もう無理。行ってくれ。これはもう回復入れる自分で。俺がもう無理だから、この状況だと。追い来たら負け。もう俺が自分で回復する。出てくれ。小屋のあたりだけど、ここを直さないといい。I'm not gonna
コンのマークに来てくれたら、地下茎がまだピンとこないけど。やばっ、やりました。こっち来てくれたら、こっち来てくれたらね、こっち回してもらったら。15まで頑張ってほしい。ウィリアムスが爆発音に気づいてくれればな。救助行って、これ絶対回すから。向こうの2つが気になってる。バットフリー、ワールドクラスのユーバー。このハンデ戦でも最後に決めるのはやっぱりヒロちゃん、エースの誇り、エース、あ、エースヒロちゃん。よし、で勝ち。何があっても俺は抜ける。プレイヤー豪快の豪快な技、これや、これやヒーローちゃん、デッドバイラス、よし、一生覚醒。正しい判断、勝利を呼び込むプレイ、これやヒーローちゃん。あの状況で癒しつけるやつって多いんだよ。助けなくてよかったわ。あのニゴラステージは癒しつけてる。あの状況で呆れ返った、とても物が言えなかった。癒し2つつけてるから、つけてたら、あの状況で、うん、呆れて物が言えない状況で、発電機の位置に行った安全策取ればいいのに、オーテムで音がするところ選んでんの。助けなくてよかった。ダムって絶望した。ダムかもしれない。あんなことやってんだからもう、ダムかもしんない。吉田に。ていうか、ガングじゃねえわ。俺、釣られたけど違ったわ。絶対違うわ。うん。まあ、だとかでしょうね、多分ね。なんか減ってるから、なんか。うん。でもたった一つだけマークが薄れてた。完璧になるマークが完全になかった。こっちの発言、どこを決めて、シャドウステップと疾風関数ってやってまでのリーチ状態でやってまで意味ある？やるのが目的じゃなくて、やんなくていいんだわ。安全策取るんだわ。音がするんだよ。あんなもん嫌い、狙われた状態でやるべきじゃない。人を探すかなんかやんなきゃいけない。うん。セルフケアしろっつう、それよりも数千倍。なんで癒しやってる時間があってセルフケアやってねえんだろうって。うん、助けなくてよかった。うん、三人でも勝てたね。うん。これがヒケロちゃんのエースの力。うん。ちゃんとやんないと神、女神がね、見放すよ。うん。セルケアよりも、癒しの方優先ですってやられてる人いたら、うん、助けなくてよかったわ。勝ったから。うん。勝ったよ。うん。エースヒロちゃんがやっていれば強いわ。エースがいるともう、他の人は見えてない世界観が見えたわ、つい。